本日は、ジューシーフルーツリミックスというカクテルを作っていきたいと思います。こちらのカクテルなんですが、6種類ですね。6種類の材料を使うロングカクテルになっています。で、とても、まあ、大容量なので、ちょっとこういう大きめのタンブラーですね。大きめのタンブラーを使って作っていきます。はい。まあ、どうしてもその、まあ、分量の比率を変えていけばいいんですが、まあ、そうすると、まあ、そうですね。それでもいいんですけど、まあ、一応、まあ、基本というか、スタンダードな、ジューシーフルーツリミックスのレシピで作っていきたいと思いますので、ちょっとこう大容量になってしまいますね。まあですがとてもその、フルーティーで。で、まあアルコールも実際、ウォッカがベースになってます。ウォッカにピーチ、バナナリキュール。お酒3種類入ります。で、すべて同分量入るんですが、まあ、まあ、その他にも、クランベリージュース、オレンジジュース、レモネードと、まあ、副材料の方ですね。アルコール以外の材料でも3種類入って、まあ、とてもその、本当に、まあ、カクテルネーミングの通り、ジューシーフルーツリミックス。本当にこのフルーツがたっぷり入った。お酒のリキュールでもそうですが、他の材料、普通のジュースでも、クランベリージュース、オレンジジュース、レモネードと、とても贅沢なカクテルになってます。で、まあ、ほとんどの、ほとんど5種類ですね。5種類は同分量入ります。で、オレンジジュースだけが60ミリと。まあ、他は全部30ミリですね。入るのですが、まあ、その、オレンジジュースが60ミリ入るので、まあ実際その90ミリ、お酒自体は90ミリ入ってしまいます。30、30、30、ウォッカ30、ピーチリキュール30、バナナリキュール30、90ミリ入りますが、で、副材料で120ミリと入るので、まあ、まあ、強いわけでもなく、中くらいですね。中くらいの、まあ、アルコールのパーセンテージにはなってしまいますが、とても飲みやすいカクテルになっています。とても美味しいです、そして。はい。で、こちらはシェイクするので、ちょっと大型のカクテルグラスを、シェイカーを使いたいと思います。でまず、ウォッカと、シェイクするので、丸氷でグラスを冷やしたいと思います。で本日もベースのウォッカは、スカイウォッカを使いたいと思います。で、ステアして、グラスを冷やしていきたいと思います。まあ、こんな感じですね。で、あとはちょっと放置して、で、グラスを冷やしておきます。で、ちょっと大容量なので、大きめのシェイカーを使います。で、大きめのシェイカーに、奥から入れていきます。
で、ウォッカが、30ミリ。そして、次、ピーチリキュール。ピーチリキュールも、30ミリ。そして、バナナリキュールですね。バナナリキュールも、30ミリ。そして、クランベリージュースですね。クランベリージュースもなくなってきましたね。クランベリージュースも30ミリ入れました。で、そして、オレンジジュースですね。オレンジジュースは、60ミリ。そしてこれレモネードですね。これは自作して作っておいたレモネードなんですが、でこちらを、30ミリと。以上でシェイカーに全部材料入ったので、この冷やしていたグラスを冷やしていた氷を再利用してシェイカーに入れちゃいます。で、この溶けてしまったグラスを冷やしていた氷で、溶けてしまったんですね。氷が溶けてしまった水分は捨てておきます。よし、よし、よし。こちらで完成です、ジューシーフルーツリミックスでした、こちらのカクテルもとても美味しいカクテルなので、おすすめできるカクテルですね。ご自宅で作るにしてはちょっと材料が多いので、大変といえば大変ですが、作って飲んでみて、とても美味しい私は思うので、ご自宅で、そういう、ご趣味がある方は作ってみてもとても満足できるカクテルだと思います。で、こういうグラス、ちょっと大型のグラスに作るにしても、違うグラスとかちょっとおしゃれなグラスで、さらにおしゃれなグラスを使うという、使ってカクテルを作るっていうのもまたその楽しみでもありますし、とてもいいと思いますね。はい。で、お店でも、出てくるところはあるとは思うんですが、一応レシピはまた動画の最後に載せますので、対応してくれるバーテンダーさんも、いるとは思いますので、もし、その無理がないのであれば、お店にですね、そういうのも、材料さえあれば、
作ってあげるよっていうバーテンダーさんがいらっしゃるお店に行かれてる方でしたら、このレシピでこれを作ってくれって言えば対応してくれるバーテンダーさんも材料さえあればですけどね、いらっしゃると思うので、まあ自分でご自宅でとかお店でお試ししてみてはいかがでしょうか。とても美味しいカクテルだと私は思います。はい。はい。ね、動画の最後に、カクテルレシピを載せますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。